らしい。その窓ガラスの向こうから光る目を覗かせるのはやめて。その姿はまさに変質者。そう、秋谷陽子、よろしく、有崎くん。自己紹介の時、隣の人と乱闘騒ぎになったでしょ？マリエさんが慌てて止めに入って。それで覚えてたの。そして私が聞きなさいよ。私がボーカル兼ギター。弥生のギターはあると感が狂うというか、こんだけやっててうまくなれない人って珍しいよね。逆な方向に才能があるというか。これからはこれで行くしかないの、当分は。慣れなさい、この華麗なギタープレイに。弾かなきゃ決まってるのに。持つだけ持ってて、アンプのボリュームゼロにしとくっていうのがベストよね。ピンキッシュポップパンカーズ。やめて。まだ本当にそれにするかどうか決めてないんだから。私の感性はまだ納得してないの。いまいちのような気がするのよ。プロ狙いのバンドとしてはとんがったネーミングが一番なのよ。気並みな単語ばかりだから、何かもっと手垢のついていない単語が必要なのよ。それと略して呼びやすいというのもポイント高いわね。
かいいバンド名ないかな。ここまで言うのなら覚悟はできてるんでしょうね。ギター弾いて。歌いながらギター弾くのは辛いの。なかった。でも楽しかったよね。あつこ、そればっかりよね。どうする？買い物してこうか。じゃあ何か夕食の買い物をお願いできる？弥生が食べたいものでいいわ。私予備校だから少し帰るの遅れる。うん、わかった。なんか作っとくね。ありがとう。実は結構助かってるのよ。じゃ、今日はここで解散。じゃあね。それじゃ。当然、荷物持ち。本当はね、ギターの人もいるの。ずっと休み。バンド続けるかどうか迷ってるんだって。親がね。お嬢様学校だから。迷ってるという時点で終わったも同然。迷ったら負けなの、こういうものは。あ、私今陽子のところにお世話になってるから。今も陽子の家に向かってる途中。学校から近くて助かるわ。
地上。居場所は知らせてるから問題なし。そんなどうでもいいことより今はバンド。プロを狙えるクオリティにどうやって引き上げていくかよ。当然じゃなければいけないの。と見終わったエロビア早く次に回せよな。やめて。喧嘩はダメです。次が回ってこねえから流れが詰まってんだよ。そんなに気に入ったか？来るとは聞いてたけどね。休み明けいきなりなんか喧嘩してるしびっくり。もう風邪は大丈夫なの？うん、平気平気。まだ目が赤い？熱下がんないの？大丈夫、大丈夫だから。あ、続きどうぞ。けっ、早く回さねえと次のすっごいの重ねえぞ。あ、一ノ瀬幸って言って中学の頃からの付き合い。うちの中学からここに来た数少ない友達。サチでいいよ。
一ノ瀬さんって呼ばれると他人のことみたいなんで。風邪で今週はずっと休んでたの。今週今日初登校。男の人だらけで来た学校間違えたかと思った。インターネット部の副部長さん。来年は部長よ。お父さんと同じ肩書きになっちゃうわね。んで、この人が幼なじみの。道郎のライバル？その、いろいろ事情が、あはははは。道郎よりランク低いじゃん。今は完全に水を開けられたわね。まあ、今このタイミングでマリエの前に現れるということは、アリサキくん。マリエとよりを戻す気はないかね。実は自分からマリアに告っておいて、勝手に遠くの学校に進学しちゃうという身勝手な男なんだから。去年のあいつの誕生日にマリアがプレゼントを送っても何も返事を起こさないのよ。いや、道郎くんも何かと忙しかったって後でメールが来たの。それに、ちょっと間を置きたいみたいなことも書いてあったし。それはまさに宿命。マリエ、運命の転換期が訪れたのよ。道郎とはここで終わり。あんな薄情な男はペペペのペよ。いや、サチ、そういう意味じゃ。大丈夫、いくらでも紹介してあげるから。これからは新しい恋に生きるのよ。どうしても幼なじみがいいってんなら、ここにもいるじゃない？
嫌なの？マリエのどこに不満があるの？彼女なんか作る気ないとでも言うの？もしかして男の方が好みだとでも言うの？お安くしとくよ、お兄さん。こりゃお買い得だ。気立てはいいわ、ナイスバディだわ。見てみ、このくびれたウエスト。そう見つかる玉じゃないよ。どう？お兄さん。もう！じゃあ、そうする？なお兄ちゃんが。まとまったわね。それじゃあ、あとはお若いお二人でごゆっくり。デートに行くときは教えてね。採点表を持って影から見守ってるからね。至上主義者だから。道郎君から魔王子ってメールが来たって話。あれは嘘なの。嘘なんだけど。